で10ミリ、長野は八幡西で 8.5 ミリ、水戸市で 7.5 ミリなどとなっております。この後の雨の量はさらに少ない見込みです。では気象衛星ひまわりの雲の状況です。ちょうど北日本は本州から九州南部東シナ海に向けますね。それから寒気に伴う雲がですね、黄海では、明日の予想天気です。北海道の北で低気圧が急速に発達します。日本付近は西高東低の冬型、寒気が流れ込んできます。北日本は荒れた天気、そして九州北部で強風注意報が千葉海峡の沿岸、大分県の北部、熊本県のご覧の各地に出ております。では波浪注意報であります。明日の県内各地の天気予報です。福岡北九州地方、曇りで朝まで雨の降るところがあるでしょう。筑後地方は曇り、筑後地方曇りで昼過ぎから晴れてくる見込みです。そして前線の伴う雨雲、南の海上に南下、つまり明日も日本風が吹いて気温以上に寒く感じられそうです。風の予想です。ご船舶高波に注意をしてください。有明海 0.5 メートルです。海上警報、千葉海峡に風警報です。最高気温は15度前後、宗像は14度と寒いでしょう。穴を埋め戻すためコンクリートを混ぜた土を穴の中に入れています。地下20メートルほどの硬い岩盤を掘り進める形でトンネルの建設が進められていました。世界が注目しています。